1910年3月、ミシシッピ州、ムーンレークで捕らえられた、アリゲーターガーアリゲーターガーは、ガーモクガーガーアトラクティスティアス属に分類される魚類。全長は約2メートル。北アメリカ大陸最大の淡水魚。学名のスパチュラは、ラテン語でスプーンを意味し、幅の広い糞に由来する。アメリカ合衆国、メキシコ。アメリカでは、南部が中心になる。 日本にも外来種として生息し、各地から報告されている。干渉目的で飼育されていた個体が放出されたことによって侵入したと推測されている。国内では最大種で野生下での全長は2メートルを超える。信頼できる記録では全長304.8センチメートル、体重104.4キログラムの個体が1953年にミシシッピ州で捕獲されている。 これよりも大きな記録があるともされるが、信頼性に欠ける。1988年には全長252センチメートルで体重157キログラムの個体が記録されたほか、1942年にも137キログラムの個体が記録されている。これらのものはすべてミシシッピ川川口付近の個体である。 公式記録で最大の個体は2011年2月14日にミシシッピ側の三日月湖で漁をしていたミシシッピ州ビックスバーグの漁師の網にかかったもので全長 257.2cm 体重 148kg 同位 120cm であったこの個体はミシシッピ自然科学博物館に寄贈され展示されている体表はガノインウロコで覆われている 大型河川、梅雨、湖に生息する。故障や大きな河川の下流域など流れの穏やかな場所に生息する。流れの速い場所は好まない。通常は淡水域や寄水域に生息する。しかし、海域に生息する個体群もあり、淡水と海水の両方に生息する数少ない魚類でもある。ルイジアナ州の遠征湿地にも生息している。 他のガーと同様、浮き袋には、毛細血管が張り巡らされており、空気呼吸が可能になっている。生息環境は、溶存酸素が低下しやすいが、これによって酸欠の心配がなくなる。食性は肉食性で、主に他の魚類や、甲殻類を食べる。孵化したばかりの稚魚には、卵黄がついている。それが吸収された後は赤虫、赤ボウフラ、 動物プランクトンなどを食べるようになる。稚魚の段階に入ると、水生昆虫やその幼虫、水に落ちた昆虫、小さな甲殻類を捕食する。成長するに従って、魚類を食べる割合が増えていく。2018年2月に、ガーガ単位で特定外来生物への指定となった。日本に持ち込まれて捨てられた個体を捕まえて食べた人によれば白身であり、 肉の外見は七面鳥に近いが、食感は脂がなくパサパサで、身と皮の間には皮魚特有の臭みが溜まっているとのこと。ありがとうございます。